こんにちは、イリコです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。今日の動画ではストラップの話をします。そして私が今まで使ったことあるストラップを5種類ぐらい話します。そして、まあ、全てのストラップは何でまだ使ってるとか、何で使うのやめたとか、まあ、それぞれのいいところ悪いところとか、結構まあ面白いストラップも見せるので、ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。そして本題に入る前に、まあ、私のロゴが流れてる間に、ぜひ皆さんがどういう感じのストラップを使ってるかもコメントの方に入れてくれたらめっちゃ嬉しいです。ではスタート。OK、 いろんなカメラストラップを普通にあります。いろんな形のストラップとか、いろんな、まあ、結構面白いストラップとかもあります。で、まあ、まず他の結構面白いタイプのストラップに入る前に、多分まあ一番よく使われてるんじゃないかなと思うストラップの話、まあまあまあ、まずはこれですね。普通の、まあ、キャノンユーザーで、普通のキャノンのストラップ、普通にカメラと一緒に最初についてきてるストラップ、まあ例えばこんな感じとか、結構は普通に多分見える風景かな。カメラマンが首からかけてこんな感じ。正直に言えばこれは一番嫌いです。本当にこのストラップはまあまあ嫌です。まあなんでかというと、まあ2つ理由があります。2つ大きな理由があります。まず1つはこれ撮りにくくない？結構まあ動いてる時にカメラあのお腹の方に来てるし、あんまりなんだろう、ちょっと便利ではないな。ちょっとカメラ持ち運びにくい。でももしこのストラップを使ってたとしたら、まず撮影してる時はもう邪魔で仕方ない。そして普通にカメラ持ち歩いてる時はもう絶対こんな感じにします。自分だったら斜めにしたら結局カメラがまあ普通にお腹とかに当たらないし、結構まあ持ち運びやすい感じにはなってます。なのでこのストラップはあんまり好きではないな、あんまりスマートではないなと正直に思ってます。そしてもう一つ、このタイプのストラップはあんまり好きじゃない理由が、まあ、なんでわざわざカメラキャノンのロゴを自分のボディにつけないといけないのかな。むしろこういうストラップ使うんであれば、別にカメラの決まったロゴとか色じゃなくて、なんか他にもいろんな面白いこういうストラップの色もあったりするので、むしろ私だったら多分そっちの方を選ぶのかな。で、まあ別に赤いキャノンの赤い線とかじゃなくても、まあ普通になんかシンプルな黒とかシンプルな赤とか、なんか自分の好きな色とかのこういうストラップにした方が一番いいんじゃないかなと思います。正直に言えばキャノンのロゴを自分の体につけて撮影する理由が一つもない。なので、まあこういうストラップを使うんであれば次のストラップに行きます。では次のストラップ、こういう感じの同じ普通に首からかけるストラップなんだけど、このストラップはあとさらに2つ結構いいところがあります。まあ先ほど言った通り、自分が正直に言えばあんまりストラップを自分のこういう感じにつけるのが好きじゃないんだよね。前から来てるのも本当に邪魔でしかない。でもこのストラップを1つ面白いなと思ったところが、結構シンプルにサイズが伸びます。こういう感じで線があって、そしてその線で結構サイズを変えることもできるし、まあ、もっと下の方に下げることもできる、もっと上の方に上げることもできる。で、先ほど言った通りに自分がこういう感じで入れるけど、まあ、ちょっと緩くしたい時にそれでもできるし、そしてこの線を普通に引っ張るだけでサイズを完全に変えることもできる。一つのすごくシンプルな動きで完全にストラップのサイズは変えれます。さっきの普通のキャノンとか、あのカメラボディについてるストラップだったら、まあまあちょっと難しい動きしないと結局、まあ、めんどくさいけど、このストラップだったらそれが結構楽です。そして、まあ、こんな感じで長い方短い方普通にすぐできます。そして普通に私がストラップ使ってる時に、さっきみたいなストラップなんで使わないか、もう一つの理由が、普通にカメラをカメラバッグに入れる時も邪魔なんだよね。ストラップは邪魔だから、まあ、むしろさっきのストラップ使うよりも、私が正直に言えばストラップつけない方がいいのかな。
と思います。このストラップは完全に外れます。もし外そうと思えば普通にここからいらないときに外して、もうそのままカメラだけになります。そしてこうなると結構、まあ、普通にカバンの中に入れやすいし、結構いい感じのストラップです。フールクリップというストラップ、フールクリップで、今日の使ってる、まあ、最初のストラップ以外で今日見せる全てのストラップの URL は下の概要欄に入れるので、まあ、そういうストラップ気になる方がいればぜひチェックしてください。で、まあ、なのでこのストラップは結構こんな感じですぐ外れるし、そしてさっきのキャノンのストラップと比較してもう一つ結構違って、まあ、このストラップの方がいいところがかなり素材が軽いんだよね。かなり素材が軽くて、なんかもうちょっと持ち運ぶのに気持ちいい気がします。でもう一回つけようと思えば普通にこんな感じにつけて、まあ、肩からかけてそのまま移動できます。とりあえずこのストラップ、前からかけるようなストラップ2つはこれは以上で、次は他の3種類結構面白いちょっと変わった形のストラップを見せます。では次はこれです。結構このストラップも長い間に使ってたんだよね。今でもたまにつけることはあります。たまにこんな感じのストラップをつけて結構まあ移動しやすい時があるので、まあ、使ったり使わなかったりします。このストラップはカメラの下の三脚のネジに入れます。これはブラックラピッドのストラップ、まずカメラのネジ、三脚のネジに入れて、そして締めます。で、ちゃんと締めたらまあまあもう心配ないんだよね。つまりカメラは下になります。まあ今他のストラップついてるけども無視してください。で、このストラップは前からじゃなくて横からかけますね。こういう感じ、横になります。ってことは普通に邪魔にならない、前に当たることもないし、まあ、結構変な感じでこういう感じで持ちにくいとかことは一切ない。普通に私がカメラだけで移動するときとか、まあ、カメラボディ一つだけで普通に動いて撮影するときにこのストラップは結構楽です。そして肩からかけて、まあ、斜めになると、まあ、普通に例えばたまに今ジャケットの上にかけたけど、ジャケットの下とかにかけると、まあ、もうちょっと隠れて使うこともよくあります。そして例えば、まあ、右の方に今着てて撮影しようと思えばそのまま上げて普通に撮影できます。いらない時はもうそのまま取っといたら全然邪魔にはならない。そしてまあ結構いい感じのストラップ、多分このストラップは今私がオレンジ使ってるけど、まあオレンジは結構目立ちすぎて嫌なんだろうなっていう人がもう、まあ、いるかもしれないけど、確かもう他のいろんな色があると思うので、まあ、このストラップも下の概要欄に URL 入れるので、ぜひ興味ある人は見てください。そして使ってる人もいればぜひ下のコメント欄に教えてください。私がこのストラップをもう多分2年半ぐらいかな使ったりしてます。そしてまあ最初の2つのストラップと比べて一番このストラップのいいところが斜めになってます。斜めになると結構運びやすいです。そして全然今カメラを自分の体にかけてることはもう全然今感じてない、それぐらいこのストラップは結構まあ軽い感じで OK。 もう一回 70D の方に戻ります。4つ目のストラップ、4番目の今日紹介するストラップで、また今、まあ、このストラップはいらないからとりあえず1回外して、これだけ今このストラップめっちゃ便利です。さっき2番目のストラップ結構軽くていらない時に外してカバンの中に入れて、で今カメラだけになった。そしてまあ次のストラップは次の結構まあいい感じのストラップ、結構まあ運びやすくていい感じのストラップ、今横にベルトにつけてます。ベルトにこういう感じのアダプターをつけてます。そしてカメラの下の方に、まあ、三脚のプレートみたいな感じ、こういうプレートもつけてます。つまり今カメラはここに入れます。そしてこういう風に普通に移動できます。
で、まあ、もしかしたらカメラ外れるんじゃないかな、多分心配する方いるかもしれないけど、まあ大丈夫かな、特に問題はないと思います。でダブルロックがあります。1回下からロックされて、そして上から多分もうしばらく使わないなと思ったら上からロックするともう何をしても外れない、ベルトが破らなければ。なのでこのストラップも結構普通に便利かなと思います。でさっきのこのストラップと比べたら、まあ、一番大きく何が違うかというと、このストラップだったら、まあ、腰の方に多分ちょっと負担がかかるので、まあ、肩の方がいいのか腰の方がいいのか多分人それぞれ違うので、自分のつきやすい方、自分の多分持ち運びやすいの方を選んだ方が多分一番いいんじゃないかなと思います。そしてさっきのこのストラップの話してた時に、まあ、一つ忘れたことあるんだけど、このストラップは外れるかといっても外れないんだけど、私の場合は1回か2回外れたことあります。バーンカメラが下のセメントに落ちたことはあります。で普通だったら外れないけど、たまにはもうたまにでいい、多分週1回2週間に1回ぐらいにちょっと締めるだけでそれでいいです。それだったら多分しばらく外れないけど、多分ずっと歩き回るとカメラが動いたりすると若干少し多分緩くなったりするので、で1回確か2年前ぐらいに、まあ、それずっと全然締めてなかった状態で1ヶ月以上ぐらい全然やってなくて、それでバーン下に落ちて一瞬ビビった。でもカメラは全く問題なく普通に使えました。なので、まあ、多分どんなストラップでも普通に三脚のネジにつけるってことは、たまに締めた方が安全なんじゃないかなと思います。そしてこのストラップは今上から1回アンロックして、そして今は普通にいつでも出せます。でもまだ下はロックかかってます。そして使う時に下のところを押してカメラを出してそのまま撮れます。でもう1回そのまま入れたら普通にゆっくりできます。でこのクリップはあのベルトのどこにつけるかは自由、どこにつけても全く問題ない。それか普通の、まあ、今はリュックも使ってないけど、リュック使ってる時にリュックのストラップとかにくっつけることも普通にできます。まあ、結構いい感じのストラップで、そしてあんまり負担にもならないし、あまり荷物も多くならないし、ここにつけるだけでも忘れても全く問題ない。使うときには使って、そして終わったときにそのままつけたら終わりです。もう一つこのプレートのいいところが、普通にだいたいほとんどの三脚に乗せれます。ほとんどの三脚のプレートと似ているので、私が使っている三脚の上にでも、もし例えばプレート一つしかなければ、もう一つのかもう一台のカメラにこのプレートをつけたら、だいたい三脚にでも普通に使えます。そして今日で最後のストラップもベルトみたいな感じのストラップです。で一回腰からかけて、で締めます。そしてそうなるとここにつけますね。まあ服の上にするか下にするかはそれぞれ違うけど、こういう感じでまたつきます。まあ、普通にこのストラップの本物のやつかな、スパイダーというストラップ、スパイダーのストラップはこんな感じです。こういう感じになると横につきます。そしてカメラにもこのストラップの、まあ、こういう感じのボールみたいなのがついてます。そして撮影している時には、例えばカメラ撮影してカメラいらない時にそのままボールの方を入れたら、あとまあ横に普通に手が自由になります。でまた使う時に、今もちろんロックされてます、多分何があってもカメラはここから出ません。で使う時にロックだけ外してそのまま撮ってまた使えます。でもう一回撮影終わったらそのまま入れると普通に手が自由になります。でこのストラップでちょっと注意しないといけないところが、まあ、安物ストラップと普通の本物のスパイダーのストラップの、まあ、大きな違いが何かというと、スパイダーはもうちょっとちゃんとこの辺もロックされます。あのダブルロックあるのでどうしてもここは外れない。で安物ストラップだったら、まあ、もし
かしたら一つしかロックないので、このプラスチックに自分の高いカメラあんまり多分頼りたくないんだよね。そのまま、それだけ気をつけて買った方が一番いいんじゃないかなと思います。で、まあ、あとこのストラップの結構いいところが、まあまあかっこいいんだよね。普通にこのストラップで撮影するときにこれすると結構目立ちます。だから、まあこのストラップは結構いいところ。そして前のストラップ、4番目のストラップと同じく、負担が肩じゃなくて腰の方にかかるので、まあそこも多分注意しながら使った方が一番いいんじゃないかなと思います。あと、もう一つのちょっと欠点というか、こういう感じのプレートがつくので、普通にカメラが水平撮ってカメラは何か地面とかに置くことはもうできなくなります。このプレートを外さないといけなくなります。あと、まあカバンに入るときにはもしかしたらこの辺が邪魔になる可能性もちょっとあるかもしれない。そして、まあもう一回最後に、このストラップはちょっとカッコつけるときでもまあまあ使えるんじゃないかなと思います。結構早い、取り外しが早い。で、例えばこのまま自分の構え方とかも撮影して終わったらそのまま入れます。ちなみにカメラの構え方、カメラの結構多分シャッタースピード遅くてもあんまりブレない構え方の動画も作ってます。その動画は上のカードと下の概要欄に URL 入れるんで、ぜひその動画も見てくれたら嬉しいです。そしてこのストラップのもう一つ、まあ、結構いいなと思うところが、この辺が結構指が綺麗に入って、そして縦グリップ、縦で撮影するときに結構さらに自分の手に止まります。そしてもう一回カッコつけて撮影終わったときにはそのままつけて撮影終わります。 OK、 今日の動画も最後まで見てくれてありがとうございます。そして皆さんはどういうストラップを使ってるかもぜひ下のコメント欄に入れてくれたらめっちゃ嬉しいです。あと、この動画でも少しいいなと思ってくれたら、ぜひ下のイエーイボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しいです。では、また次の動画で会いましょう。バイバイ、ゆりこでした。そして今日はストラップの話でした。